はい、それでは続きやっていこうと思います。さてさてさて、この辺は変わんないかな。北の岬に人影を見ました。変な気を起こさなきゃやばいけど、お、ちょ、北の岬行ってみるか。いや、スカッとしたね。あんたたちを見てたらいつまで持ち込んでられないな。あ、あ、そっか、このお姉さんあれか、あの、いつぞやかのパートでね、あの、女王様になんかこのね、植物、緑は捨てろって言われてたお姉さんですね。生きてたんだ、よかった。そうだね、このにゃんこもしかしてあの心開かないあの男の子のにゃんこじゃない？わーいわーい、にゃんこがにゃー、よいしょ。ちょ、北の岬行ってみようか。元気が出てきた、よかったよかったよかった、すっかり元気を取り戻して。あなたたちは後でここに流れ着いた人がいたそうですよ。誰かを探してるようでしたが、魔王様かな、あなたたちのお仲間かしら。うん、私か魔王ちゃんだと思うんだけど。よし、じゃあちょっと今回はね、北の岬に行ってみようと思います。じゃあここだね。うん、なんかがある。あ、魔王様、お前たちか。ま、魔王、見るがいい。すべては海の底だ。永遠なる夢の王国ジール。かつて私はそこにいた、もう一人の自分としてな。まあ、この次元の歪みは、あ、賢者様ですね。やはり無理であったか。人の手でこの力をコントロールするのはいかん。このままでは奴の次元の渦に飲み込まれるぞ。姉上、いけない。ジャッキー、来てはダメ。でも、これはまさかタイムゲート。しまった。そっか、それね、ボッシュがあの時代に飛ばされてたわけか。あ、姉上、ジャッキー、あ、そうそうそうだよね。で、ボッシュがこの時代に、で、あの時のおじいちゃん、この時代に、あ、ここは、あ、ちょっと待って、あれ、ハッシュおじいちゃんここにいたの？時の最果てだっけ。何もない、ここは時の果てか。あー、で、ジャッキーは、ここどこだ？場所忘れてる。そうか、お前、あの時のガキ。ああ、あ、あれ、ちょっと待って、じゃあ魔王様の正体がジャッキーってことか。ああ、私は奴を倒すことだけ考え生きてきた。ああ、それでか。ああ、ごめん、私なかなかさ、内容理解するのが遅いんですけど、ようやくわかったわ。奴が作り出した渦に飲み込まれ、中世に落ちて以来な。あの城でラボスを呼び出すことをお前たちに邪魔され、再び次元の渦に飲み込まれ、たどり着いた先がこの時代とはな。皮肉なものだ。歴史を知る私は預言者として女王に近づき、ラボスとの対決を待った。しかし結果は、ラボスの力は強大だ。奴の前では全てのものに黒き死の風が吹きすさむ。このままではお前たちも同じ運命だぞ。あのムーンとかいうやつとな。あいつを侮辱する気か。やつは死んだ。弱き者は虫けらのように死ぬ。ただそれだけだ。魔王、今ここでやるか。ええ、はい、お前たちは下がっていろ。一騎打ちするの？まさかお前とこの試合で決着をつけることになるとはな。来い。あ、マジでやるんだ。ちょっと待ってね、ジャンプ切りしてみよう。行くぜ。はい、ドゥーン。ついダメージ通るけれど、あれ魔王様、あれ魔王様、あれれ、ちょっともうこれはジャンプ切り連打ですね。よいしょ、ほい。
か、邪気君の正体か。それで中世の時代で年を取って、でさらにここの時代に戻ってきたってことね。はい、よし、行くぜ。ブーン。おお、いていていて、あー、いていて。うん、ジャンプ切り強すぎんよ。あ、ない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 、え、ちょちょちょ、え、あ、おお、ないない、この予想外のパターンは、あー、これはさすがに強いな。ちょ、あ、魔法使い始めた。ちょ、やめて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 、やばい、回復が、回復が、回復しないと。よいしょ。ハイポーションして、よし、うん、あ、なんか全ての属性魔法をかけてきてるんだけど私に。よいしょ、はい、押す。あ、痛いね。ちょボコボコにするのやめてください。あ、やばい、よいしょ、やばいな、これちょっと回復しないとやばいんだけれども、やばいんだけれども、あ、やばいやばい、あ、やよいしょ。あー、やばい、これは死んだか。あー、はいはい、やり直しまーす。よし、魔法使い始めたな。よし、じゃあここからやっていきましょうか。やばいね、そうそう、でここで回復をしないと、あれだね、HP 半分削れたところで回復しないと間に合わんな、これ。魔法使い始めてから急になんかね、攻撃の頻度っていうか、高くなるので、ジャンプ切りして、よし。もう300ぐらいになったら回復しないとやばいと。ですね、130は痛いな。よいしょ、よいしょ、ジャンプ切り。痛い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 。よし、やばいな、ほんと、もう魔法打ち放題じゃん。え、次もう何が何でも回復ですね。アイテム、ハイポーション。痛い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 。よし。回復した。行くぞ。きつい、394か、回復した方がいいな。よいしょ、すこいつ、はい、いいね、これはあんまり効かない。ここはちょっと攻撃いこうか。あ、まずったかな、大丈夫か、あ、大丈夫か、いけそうだね。はい、あ、やった、倒した、はあ、おー、ウォーターが、ウォーターが
サイラス、やったぞ。ナイス、カエル。私が死ねばカエルの呪いはいずれ解ける。ムーンを生き返らせたければ時の賢者に会え。あ、サラのお守りを手に入れた。ん、これ良かったのかな。ちょっとこれさ、魔王様仲間になるのってどうやったらなるの。でもさ、ここで倒しちゃったってことはもう仲間ならないのかな。ちょっとそれだけ調べてみていいですか。はい、ちょっと調べてきたんですけど、ここね、倒してしまったら仲間にならないらしい。ということで、ちょっとやり直そうかな。仲間にしたいもんな。うん。いや、ちょっとやり直します。申し訳ない。せっかく倒したんだけどね。よし。で、ここなんですよ。で、ここでね、いい家を選ばないといけないらしい。ちょっとね、まあ、両方のパターン見れたと思って、ちょっと皆様許してください。ちょっとさすがにね、ちょっと魔王様、仲間にしないのはちょっとなーって、なんかやっぱり使ってみたいしね。ということで、いい家を選びます。今、貴様は倒したところで、ムーンは戻ってこん。サイラスもな。待て。私も言ってやる。ふざけるな。やつをムーンを生き返らせる手ないわけではない。何？時の賢者ハッシュなら失った時を取り戻す方法を知っているはずだ。あ、やったー、魔王様仲間になった。かっこいい。あ、どうしよう。カエルマールエイラ。まあカエルモーターが覚えたしな。でもなんかカエルと魔王のコンビネーションとか見てみたいよね。なんか連携技ありそうな気がするから、あ、エイラ外すかな。オッケー、そう、これで行ってみよう。わーい、ということで仲間にしました。あれに闇夜の鎌、デスヘルム、サラのお守り。あー、これあれだよね、さっき倒したらサラのお守りゲットしてた、ゲットできましたもんね。もうこれ全体制とかやばくない？これ。はい。ということで、先行こうと思います。いや、すみません、本当に。いや、多分ね、なんか魔王様なんかね、仲間にするタイミングだったらここだろうなっては思ったんですけどね、このストーリーの前後からして。そうなのよ。だから、って思って調べてみたら、あーって感じだったんですけど、お、時の卵。許してください、皆様。申し訳ない。じゃあ、ちょっとここ寄っていこうか。これ太陽石が気になるよな。じゃあもうここにはもう用はないっていうか、もうあらかた終わった感じかな。よいしょ、ちょっと待ってね。残された村、こんにちは。買う？あ、キラーハーケン強っ。ちょっと待って、あ、エターナルメッの方が強いのか。エターナルスーツはさすがに下がるか。あ、メットは買って、武器欲しいな。143だって。売るか。ちょっと待ってな。売る売る。デスヘルム、ちなみになんもないもんね、付属効果みたいな。ちょっと待ってね、売るぜ。ドリストーンガンいらん、シャインブレードいらん、ザンマトワムンチャカいらん、メガブラスターいらん、マグマハンドいらん。お、これで買えるかな。シャインヘルムいらん、トリケラカブトいらん、時の帽子。でもちょっとこれは惜しいよね。惜しいよね。てかなんかルッカとか上がるし。プラチナメット。デスヘルム。あ、高く売れますね。いらないね。シャインプレート。いらん。光のローブはもう全部下がるからいいか、売る。プラチナベスト。よし、じゃあこんなもんかな。で、
魔王様の武器を買おう。これね。よし、オッケー。また来て。よし。おお、鎌っていうのがいかにも魔王様っぽいね。じゃあちょっと行ってみましょうか。何あれ。あれは。これ海底神殿なのかな、形的に。私たちを呼んでるみたい。死者の船か、お迎えに来たってのか。海底神殿、バカな。大変。みんなそこの画面を見てみて。他の時代でも何か起こりそうよ。あ、もっと昔の時代。エリ600年、400年前だよね。1000年の400年前か。急に渦巻きができたぞ。何が起こってるんだ。これもラボスの仕業なのか。私たちの世界はどうなっちゃうのかしら。ここ光の祠。ここはまだ何もないのか。よいしょ。ちょ、なんか BGM が似つかわしくないんですけれどもなんじゃこりゃ。黒の夢。これに乗ると、あ、これでシルバードに戻れんのね。ん？なになに？レーザーサイト。あ、ひー。あ、よし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 。あ、なるほどね。一発で倒せないとこうカウンター攻撃が来るわけか。やべえ、気をつけないと。技なんかね。あ、すごい。え、強っ。サンダが。いけ。おー、ちょっと強すぎだな魔王様。ウォーターが、お、二人技、氷河。ちょっと中入ってみよう。あ、女王だ。こいつ、虫けらどもがまたもわらわに逆らうつもりか。わらわは永遠の命を手に入れたラボス神と共に永遠に生き続けるのだ。ラボス神は地中でゆっくりと星を喰らう。そして力を蓄え、1万4000年のうちに星を滅ぼし、世界の王となられるのじゃ。この黒の夢はラボス神へとつながる道。わらわに無限の力を与えてくれる神殿。お主たちの求める未来なぞこの奥におわす。ラボス神が現れる限り望むべくもないわ。あ、こいつがゴッド？あ、違う。え、ボス戦？え？これ私倒せるのかしら。あ、消えてった。はい、じゃあやっていきましょうか。え、ないないない、どういう声消してくるんだ。メガミュータント見たよ俺ね。強っ。ちょ、やめて。あ、やばい。あ、やばい、声消しちゃった。アホやん。ちょ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 、あ、違う。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか大変なことになってんだけど。ハイポーション、マールにしないたら困るから。眠り。あ、やばい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 。あ、ちょちょちょ、これこれこれ、やめなさい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 。待って、アイテム、はい、ポーション。あ、カエルー。
やばいなこれ。待って、アイテムで万能薬、いててててててて、よいしょ、はい、ポーション、魔王様、これ強いんだけど、何こいつ、あ、無理だなこれ、倒せそうにないや。いや、まだあれかな、黒の嫁って、黒く塗りつぶす、あー、うわ、これ無理ですね。ひーなんだこいつは。ちょっと待ってよ、じゃああそこまだ行けないのか、黒の嫁ってところ、これ無理だよね。あ、またごめん、またイベントになっちゃった、ちょっと飛ばす、よし、見た、これさ、あ、ワープができるのか、あ、気づかなかったワープができるんだ、ってことはここから時の最果てに行けばいいのか。そう、なんかさ、移動はできるけどワープできんなって思ってたんですけど、やっぱりちゃんとできますね。よし、どうぞ降りる。で、ここに来たね。で、このおじいちゃんがもしかして賢者のおじいちゃん、おや、あの元気のいいお兄ちゃんはどうしたね。そうか、大したことはできんが、この曲を送らせてもらうよ。対してムーンリメンバー、私にできることがあれば力になってあげたいのだが、時の賢者を探してるの。時の賢者か、はてさて、聞いたことがある気もするが、その時の賢者に何用だね。うん、生き返らせる方法知ってるらしいの。死んだものは生き返らせる、今まで何人の人が望んだことだろうね。幸せですな、ムーンさんは、こんなにも思ってくれる人たちがいる。ちょっと泣いちゃうからこの BGM、 あいつ弟みたいなものなんだから。あ、これで隊列変えるのか。ん、ん、ん、これどうすればいいんだ。あ、おーい、おーい、これは持っていきなさい。なんだよこれは、何かの卵か。それはクロノトリガー、時の卵だ。その卵を返す方法は、あの時の翼を作った男に聞きな。え、時の翼を作った男、ただしうまくいくとは限らない。だが結果のために行動するわけじゃあるまい。行動するから結果がついてくる、そのはずじゃ。そいつを忘れんことじゃな。お前さんたちのムーンを思う気持ちがあれば、あるいは、そうか、お前か。じゃあもしかしてあなたが時の賢者ハッシュね。このおじいちゃんが賢者さんだったんですね。ね、ふふ、そう言われたこともあるような気もするよ。そう、はるか昔な。おお、これでタイトル回収しましたね、クロノトリガー。おお、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうかね。うん、じゃあセーブして終わりにしましょう。おー、時の卵イコールクロノトリガーだったわけですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。